ドライブユークレイジー B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。今日は11月の4日なんですけども、まあいい年こいたねおっさんがそんなこと言うのもなんなんですけど、明日ね、私の、51歳の誕生日なんです。ありがとうございます。おめでとうございます。まだなってないですから、ね、もしかしたらならないで何かが起こるかもしれないですから、いやいやいや、だからもう安全に今日はセーフティーな感じで一日過ごしたいと思いますけども、はいはい、そうなんですよ、51歳になりますと。で改めてね、51歳になりますんで、今日は51歳になりますから、ちょっと真面目にね、真面目に本編の方で、Bリーグの昨今の話とか今後の話とか、ちょっと思いをね、ちょっとぶつけてみようかなと思いますので、で久々にねおはがきをいただいてるんです。その話も踏まえてお伝えできればなというふうに思いますので、シンプルにいきたいと思います。はい、それでは島田のマイクスタートです。ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、ドライブユークレイジー、 B リーグチェアマンの島田真嗣です。島田のマイク、はい、それではですね、ペンネームコーヒーメガネさんから、コーヒーメガネさんってこれあれなんですかね、コーヒーメガネとかってこれ普段なんかこういうところに手紙出したりとかするときいつもコーヒーメガネなんですかね、それとこういうのって毎回変えるんですかね、そうなんですかね、それがもうそもそもコーヒーメガネさん今回初めてかもしれませんからね、うん、ありがとうございます。島田さんこんばんは。こんばんはなんですね、私がもう夜の放送だと思ってますね。島田のマイク、いつもほんわかした気分で聞いてます。ありがとうございます。僕はサンエネオフェニックスのブースターです。先日フェニックスが新 B1 の参入を目指すことを表明しました。今年度中に豊橋が新アリーナを建てるかどうかを決めるので、何か力になりたいです。やはり人を誘って試合会場へ行くことでしょうか。僕には今以上に誘える相手がいないのですが、他にもできることは何かありますでしょうかと。ありがとうございます。嬉しいねこういうのね。そうですね、やはりですね、おっしゃる通りで一番大事なのは人を誘うことですね。やっぱりね、アリーナを作るということはアリーナが立つことの意味があるということですね。じゃあ意味があるってことはそこを利用する、まあ、人たちがいるかどうかっていうことと、まあ、例えばサンエネオフェニックスであればね、そのファンの人たちが多くここの会場に来るかどうかみたいなところがやっぱり問われていくわけですね。だから私もこれいろんなところでこの話で言ってますけど、まずは多くのお客様が会場に来るようなクラブになって、あ、そんなに盛り上がってるんだったらスポンサーしてもいいかなっていうことでスポンサーも増えて、で企業も市民も応援してるってことは、それは自治体としても何とかせなあかんなって言って、じゃあアリーナ構想というものを検討しましょうかということで、ね、市長とかが検討していただくと、まあ、そういうことなんですね。ですからもう元を正せばその地元で市民権を得て多くの人たちが応援している状況になっていることが大事ですと。でそれを一番表現できるのが試合会場の入場者数になりますということですね。ですからちょっとお友達お誘いできる人がいないとかっていうふうに言ってますけども、別にお友達を直接誘えなくても、まあ、SNS とかね、そういうところでフェニックスの魅力とか言ってくれて、あ、そうなのっていうこともあるかもしれないし、何よりもコーヒーメガネさんがこうやって勇気を振り絞っていただいてお手紙をいただいたことによって、私がコーヒーメガネさんの存在とフェニックスの存在とそのアリーナ構想においては入場者数が必要だっていうことを私が言ったことによって聞いてるサンエネフェニックスの方たちが、ファンの人たちが、あ、そういうことねというふうに思うことを間接的に伝えられたことが最も大きな役割を担ったことになるかなと思いますので、コーヒーメガネさんありがとうございます。そんでですね、そんなコーヒーメガネさんの話を受けて、ちょっと B リーグとしてもやっぱりファンを増やしていくことがアリーナ構想であったりとか将来構想の成功であったりとかにつながっていくということだとするならば、いかに各クラブが各地域で努力をしている状況をこう後押しできるのか、それがね、我々の仕事の一丁目一番地かなというふうに思ってまして、いろんな形があります。今ね、ファンの皆様にたまにご迷惑かけてしまってますけど、チケットシステムのトラブルとかありますよね。ああいうのを
もっとないようにするとか、皆さんは好きで何度も買ってるんで慗れてますけど、新しいライト層のお客様を取り込んだ時にチケットを買いに来た時に買いづらいなって言って離反してしまったりしたら、せっかくクラブが努力してもリーグのサポート不足によってお客さんを増やすことを止めてしまってるかもしれないとかね。もうアプリもそう、ホームページもそう、もちろんもっともっと多くの人たちに B リーグを知ってもらうための広報活動もそう。私も各地域を回ってクラブ支援だったり自治体とかそのスポンサーさんにお願いすることもそう、全方位なんですけども、やはりそのクラブの成長を促す施策を打ってる以上は、クラブが成長しやすい状況をいかに作ってあげるかっていうことにちゃんと責任を持って動いてますし、そのスタンスをリーグ内としては、私はもちろんですけど、リーグ内スタッフでもなんかね、あの朝会みたいなミーティングがあるとそこで話したりとかしてますと。ですんで、そこは肝に銘じておりますってことをまずファンの皆様にはお伝えしたいなと思いますね。具体的にそのリーグがそのクラブの頑張りをまあ支えていくみたいなこととか、そのまあ買いにくいシステムみたいなことを、買いにくいなと思うんですけど、改善していこうみたいなことは、具体的にはどうい う, こう取り組みというか、やっていこうかなみたいなこと。そうですね、まあ、ちょっとですね、あのファンの皆様には大変申し訳ないんですけど、もちろんスピード感を持ってね、こういろんなものを変えていきたいということは思ってます。でただし、なかなか瞬時にいろんなものを変えていくっていうのはそんなに簡単ではなくて、時間もかかるし、まあ費用もかかるし、まあ費用の部分はまあなんとかするにしても、まあ、あると時間がかかっちゃう、相手方があるんで。で、B リーグってその他のスポーツ団体のようにチケットとかね、そのウェブとかそのアプリとかっていうのは、大体みんな独自のホームページ、独自のシステム、独自のチケット、例えばどっかのねメーカーさんと組ん、あのベンダーさんと組んでとかっていう形で独立してるんですよね。うん、だからその各クラブがその1クラブだけで付き合ってるんで、改善も含めていいも悪いのをこう変えるのも結構簡単なんですよ。で、B リーグは多分唯一無二だと思いますけど、すべてウェブもデータベースもそのチケットシステムも全部統一してるんですよね。統一してるんですよ。だから今のシステムって36クラブが同時に使ってるシステムなんですね。うん、すべて。ウェブにしても、そのチケットシステムにしても、その BID とかみたいな。だからその全部まとめてやってるっていうのは、こういうのをいろんなことをやってる全クラブのデータベースも含めてこう取り扱えられる、そもそもベンダー自体がそんなないんですよ。あったとしても初めてなんで、スイッチングリスクもあるし、スイッチングコストもあるし、もしかしたらもっと悪くなるかもしれない、もっと混乱に落とし込めるかもしれない。なんでそもそも構造的にそういうことをやってますと。なんで簡単じゃないと、でも簡単じゃないからもうしょうがないっていうふうに思ってるわけでは全くないです。なんで明らかにその足りてないところとかは、そのデータを全部管理したり、そのシステムを全部統合することによってガバナンスが効いてるとか、そのデータをリーグとして活用してファンを創出するためのアプローチができるとか、いい面もいっぱいあります。そうです、マーケティングに関しては、マーケティングに関しては、はい、あとはクラブ間格差を生まないように全体を引き上げていくようなマネージもできるとか、いいこともいっぱいあるんですよ。でもそもそもそういうベンダーが少ないんで、そんな簡単じゃない中で今やってて、今一生懸命やってますけど、でただし明確にお伝えしたいのは、そういったものを言い訳にせず、ちょっとトライアンドエラーになってしまうところがあるかもしれませんけど、全てにおいて改良して良くしていくことを続けておりますと。なんで何もやってないとかっていうわけじゃなくて、トライをしてますけど、その変化がなかなかこう抜本的に見えづらいんで、まあちょっと何もしてないように見えちゃうところもあるかもしれませんけど、そこは重々承知して、そこがちゃんとできないとファンの皆さんにも申し訳ないし、新しいファンを呼び込もうとしている努力をしているクラブにとっても不利益なんで、いい面もあるけど悪い面もあるから、そこは許してじゃなくて、その悪い面をなくするためにね、今努力をしてますということで、明確にそこは必ず何とかしていく、必ず改良していきます。そのいつまでにここの部分、ここの部分っていうのは今申し上げられませんけど、まずは宣言させていただきたいなと明確に思ってます。で、そういうことを社内というかリーグ内でもこうみんなでこう意思統一をして、全ての仕事が
ファン獲得だったり、クラブのサポートだったり、要は B リーグの発展に資する動きにちゃんとこうつながっていくように、私もしっかりリーダーシップを発揮していきたいというふうに思ってます。はい、今ね、あの隣に立花さん来てますんでね、今日立花さんは広報ですからね、だから、まあ、こんなこと言ってますよね普段ね、たまにね、たまにじゃないね、結構最近言ってますよね。どうですか、クラブの成長、ファン作りをするためにシステムはシステム、チケットチームはチケットチームでやってるじゃないですか。で、広報としてお客様をこう増やすための努力いろいろやってますよね。もうほぼほぼ全てそれのために注力しているようなものですから、ね、いら多くの方に知っていただいたりだとか、そうですね、まあ、クラブの支援になるようにということであれば、まあ、リーグとしてのこう企画を全クラブでやったりだとかっていう企画を考えたりだとか、まあ、そういったところだったり、まあ、あとは全国で放送されるテレビになるべく多く扱ってもらって、選手だったりラブを覚えてもらったりだとか、まあ、対象がその B リーグのファンの方にもっと好きになってもらうこととか、まあ、全然知らない人に好きになってもらうとか、まあ、いろんなフェーズがあると思うんですけど、まあ、そこのどのフェーズもちゃんときっちりやっていくように広報プロモーションみんなで頑張っております。嬉しいじゃないですか、ちゃんと伝わってますね。伝わってますね。やっぱりね、広報は広報なんですけど、分かっちゃいるけどね、やっぱ新規のファンとか今のファンに喜んでもらうとかっていう感覚を持って一生懸命やってるんだけど、そこのベースはやっぱみんなね、あの我々しっかり忘れないでやっていかなきゃいけないなってやっぱ思いますね。うん、でやっぱりそれをちゃんとするために、やはりお客様の声をより広げるようにしていこうと思って、今いろいろ工夫していきます。その SNS なのかウェブの問い合わせなのか、とにかくお客様の声を、まあ、私にツイッターとかでこれ言ってきてる人はいちいち今リアクションしてませんけど、キリがなくなっちゃうんで、私自身来てるものはもちろん見てますけど、リーグ全体に来てるものをもうちょっとちゃんと収集しやすい状況を作ったりとかして、声を届けやすいような状況に、まあ、変えていこうかなっていう感じと思います、うん、そうですね。ファンの皆様の声を、もちろんファンの皆様の声を聞いてそれを全てやるということではないですけど、ファンの皆様の意見を把握した上で我々がやろうとしていることと統合して改良したりとかしていく。結構やっぱそこにぶつけてくるってことは、やっぱコアな方が多かったりするんで、でコアな方の視点でのその提案というか改善要求と、そもそもライトの方たちの改善要求って多分、まあ、共通するものもあると思いますけど、異なるものもあると思うんですよね。だから我々のそのフェーズに応じて優先順位をつけて、両方の声をまあ広くあまねく拾っていきながら、あの社内的にちゃんと議論をして、あの計画を立ててしっかり改善していきたいなっていうふうに今話してるんで、多分どっかで、うん、あのそういうスキームをこういうふうにしていきますみたいな発信していけると思いますので、はい、あの皆様どうぞその時にはよろしくお願いしたいなと思います。じゃあ今以上に声が届きやすい環境になっていく、まあ、それを聞いてまた新たな気づきがあればそれをまた改善していくということに取り組んでいこうかなっていう、ね、そうですね。そうです。であの B リーグの将来構想を私もその全国で話したりとかする機会が多くて、ファンの皆様はちょっといまいちね、まだその昇降格の今そのシステムの中に来てるんで、ちょっとピンとこないところがあるっていうのは重々理解してるんですけども、ちょうど私が直接働きかけたりかあの話したりとかしてる、まあ、クラブのオーナーとかクラブとか、あとは自治体とかスポンサーとかねは結構期待してくれてるんですよ、うん、でその期待をしてくれてるんですけど、大事なことはクラブが成長し、でその立派なアリーナで満員の会場でハイレベルなゲームをしてるっていう状況になってこそじゃないですか。でそこになるべく今ルールを決めて、そこにたどり着くために各クラブが各地域で努力をしてるんで、その各クラブが成長するためのインフラを整えたり、その空中戦で我々がいろんなメディア戦略も仕掛けたりとかっていうことでクラブをバックアップしていくことが、結果的にエンドユーザーであるファンの人たちに喜び嬉しい状況にもなると思うし、また新たなそういうファン獲得につながっていくと思うんで、
その将来構想からの期間も限られてるんで、ここから一気にですね、B リーグの発展のためということもさることながら、まあ、地域創生というか、地域の活力を持って、日本社会に B リーグは貢献したいっていう大きな理念を持ってるので、うん、将来構想の成功の有無がね、そこに直結してくることだと思うんで、あの我々の思いのね、実現のためにも一つ一つ小さなことから細かいことから変えていきたいというふうに思いますので、ファンの皆様にはちょっとねご迷惑というかかけることもあるかもしれませんが、我々もスルーしないでちゃんとやっていきますということと、時間軸の問題でね、何もこう説明する場がないと、もうなんか何やってんのとか、もうそんなシステム変えちゃえばいいじゃんとか、ああすればいいじゃん、こうすればいいじゃんって皆さん言われるんで、それを全部届いてますと、うん、受け止めた上でちゃんとしっかり対応していきたいというふうに思っておりますので、皆さん信じて待ってください、はい、今シーズンも B1、B2 全試合をバスケットライブでご視聴いただけます。まだご利用でない方はアプリストアでダウンロード、詳しくはバスケットライブで検索。 B リーグを見るならバスケットライブ。島田のマイク。はい、そろそろエンディングの時間でございます。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーをもれなく差し上げております。宛先は概要欄に載せておりますので、あなたからのお便りお待ちしております。今安産祈願言いましたけど、はい、久しぶりに安産祈願やりました。あ、そうなんですか。はい、たまに登場しますけど、こちらも広報の新出さ ん、はい、第2子が間もなく誕生するんですけども、はいはいはい、オンラインでね、うん、オンライン安産祈願をやらさせて。オンライン安産祈願とかあるんですね。ありますあります、もちろんです。それはもう最近はねあります。ちゃんとこう LINE でつないで奥様も出てきていただいて、はいはいはい、奥様もお出になって、はいはい、これはねむしろね、うん、ちょっと聞いてないから分かんないですけど、奥さんも前のめりにちょっと参加していただいたんじゃないかなって思います。まあ、新出さんからもちろんね、ご主人の方からね、はいはい、ぜひお願いしますって言ったんで、はい、おしっていうことでやったんですけど、まあ、奥さんもものすごく喜んでくれてですね、はい、責任重大だなと思っておりまして、ね、実は第一子の時も私、直接リアルでやってるんですよ。そうなんですね、当時、ジェッツの社長の時も、はいはいはい、コートのに私が2階席のですね、前の会場の、はい、もう動線の狭いところの上にいたら、はい、お二人で来てですね。やらさせていただきました。なるほど。それ以来2回目はオンラインということで、ちゃんとねしっかり祈願してありますんで絶対大丈夫です。間違いないです。あの立派な赤ちゃんを産んでいただきたいなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真嗣でした。ドライブユークレイジー。